西山公平は、日本の実業家。エレファントデザインホールディングス株式、会社代表取締役。1970年、兵庫県生まれ。商社マンの父親を持ち、19歳までを、コロンビアで過ごし、日本に帰国し、東京大学に入学。同大学教養学部在学中に、手作りのオーダーメイドのカバン事業を開始。桑沢デザイン研究所にて、 工業デザインを学ぶ。大学卒業後、外資系、コンサルティング会社、マッキンゼイカンパニーを経て、エレファントデザインを設立。ユーザー参加型の商品化、コミュニティサイト、空想生活を開設。ユーザーの工夫に、仲間が集まると、ロイヤリティとなって還元される、新しい社会システムの構築を目指している。1997年にエレファントデザイン創業。 空想家電より、グッドデザイン賞審査員。2005年、米国ニューヨークに本拠を置き、100年の歴史を持つ、ザ・ジャパン・ソサイティより、U.S. ・ジャパン・イナベイターズの一人に選ばれる。2007年には、ダボス会議を主催する、The World Forum The ザ・ワールド・エコノミック・フォーラムのザ・ヤング・グローバル・リーダーズに、翌2008年には、同ザ・グローバル・アジェンダ・カウンシルのメンバーに選ばれる。2007年レゴ社と、 レゴーザサービスを開始2010年内閣府私的財産による競争力強化国際標準化専門調査会委員及びザインターナショナルカウンシルオブササイアティスオブインダストリアルデザインのワールドデザインキャピタル2014選考委員に選ばれる2010年ロイヤルソサイティフォーザインカーゲメントオブザー,アーツマニファクチャーコマースフェロー就任2011年 ザインターナショナルカウンシルオブササイアティス、オブインダストリアルデッシングのメンバーオブザボードに選ばれる。2012年には公益財団法人日本デザイン振興会理事に就任し、社団法人日本インダストリアルデザイナー、協会正会員にもなると,とともに、デンマーク政府主導で指導したユーザーイノベーションプロジェクトジョイン・ d k のアドバイザーに就任する。 2013年エレファントデザイン社の事業部から子会社として独立したキューザシステム社の CEO に就任2014年ファストカンピニーより Most Creative People in Business 1000の一人に選ばれる。ありがとうございます。